シュジャー・ウッディーン・ムハンマド・ハーンは、東インドのベンガル大主、シュジャー・ハーンとも呼ばれる。1670年頃、シュジャー・ウッディーン・ムハンマド・ハーンは、デカン地方のブルハーアンプルで誕生した。いつ頃かは不明だが、ベンガル大主、ムルシド・クリー・ハーンの娘と結婚し、1719年には、オリッサの大主に任命された。1727年6月30日、 大使ムルシドクリーハーンが、ムルシダーバードで死ぬと、娘婿であるシュジャーウッディーン・ムハンマドハーンの息子、サルファラーズ・ハーンを大衆院に指名した。だが、その場にいなかった、彼はこれを認めず、その副官アリーバルディ・ハーンと共にムルシダーバードへと、大軍を連れて向かった。結局、ムルシドクリーハーンの娘が混乱を避けるために二人を和解させ、結局同年7月に、 シュジャーウッディーン・ムハンマド・ハーンが大使となった。とはいえ、彼はサラファラーズ・ハーンを自身の後継者としていたことから、その後の不死関係は悪くはなかったようである。シュジャーウッディーン・ムハンマド・ハーンは即位後、先代がムガル帝国に対しリッチギに払っていたベンガル地方の税収の納入を拒否し、ベンガルは実質的に独立した。ベンガルの独立はムガル帝国に打撃を与え、 この豊かなベンガルからの収入が途絶えた帝国は、ますます財政難となった。その一方、ベンガルは、先代が整えたザミンダール機構がきちんと働いており、金融業者のジャガト生徒やファテーチャンドに支えられて、いたので、財政に苦しむことはなく、その知性はおおむね平和だった。とはいえ、部下のアリーバルギーハーンが力をつけた時代でもあった。 1739年3月13日、シュジャーウッディーン・ムハンマド・ハームは、サルファラーズ・ハーンに大衆を譲り、同年8月26日に死亡した。ありがとうございます。